皆さんこんにちは、マサです。今日は一人でカフェに来ております。朝早い方が人が少ないからちょっとここで撮影したいと思います。クイックにね、ちょっとトークしたいと思うんですけど、以前になんかインスタで400万400万、あ、ちょっと口が回らない、ちょっと緊張して、400万失いましたっていう話を以前にちょろっとストーリーで出したことがあって、でそれに対してすごいいろんな方からDM をいただきまして、どうされたんですかとか、大丈夫ですかとか、なんか自分から小出ししたくせに詳細をあまり明かさなかったっていうのがあって、なんかすごい嫌なやつだなって思ってたんですけど、なかなか詳細を話すきっかけがなかったので、だいぶ経っちゃったんですけど、ここでお話ししたいと思います。ちゃんとね、言ったからには言わないと視聴者さんとかフォロワーさんがもやもやしちゃうし、すごい良くなかったかなと思って話してます。ちょっと顔がすごいむくもなくてるけど、お許しください。整理前はこんなもんです。まず400万の真相は簡単に申し上げると、不動産です。不動産投資で危うい目に遭いました。本当にいろいろあったんですよね。そう、実はですね、本当結論、海外不動産を買いました。買って、ちょっと時系列にお話ししますね。ドバイ不動産を買いたいなと思って、以前にね、Vlog でもお伝えしていた話なんですけど、ちょうど1年以上前ぐらいから買いたいなってずっと思ってて、元から不動産は好きで、まあね、日本の不動産も含めいろいろ見てたりはしてたんですけど、ちょっと海外の不動産に魅力を感じるようになって、いい物件ないかなっていうのをすごい探していたんですね。まあ、でそこで買いたいと思うような物件、まあ、買いたいなと思う物件と、その買えるタイミングっていうのが一致しないと買えないんですけど、ちょうどそれが重なる時期がありまして、でそれでもいざ買おうっていう話になったんです。ドバイ不動産ってプレビルドって言って、これから建ちますよっていう物件と、中古物件って、まあ、2種類あって、まあ私はプレビルドって言って、これから仕事をかけて建設されますよっていうものを買うことにしたんですね。不動産を買うときに、まあ、最初手付金っていうのが必要なんですけど、その手付金っていうのが400万円だったんですね。払ってもうこの物件を買えますっていうふうにほぼほぼ決めていたんです。買うことに決めていたんですけど、今ドバイ不動産ってどんどんいろんな物件が建設してるんですよね。すごい発展している国で、1ヶ月の間に開発の発表がなんか何個もあったりだったりするんです。いい物件を待ち続けてもいいんですけど、いつそれと巡り合えるか分かんないので、ナンバーワンは狙えなくてもベストは尽くしたいということで、なるべく早く買いたいというふうに決めてたんです。なんですけど、手付金を入れて少し経った時に、もっといい物件、もっとこれが一番買いたいと思うような物件と巡り合えてしまって、手付金入れてた物件をキャンセルして新しいのに乗り換えたいっていうふうに思ったんですよね。その手付金を入れてた不動産屋と話して交渉してたんですけど、基本的に手付金を入れたらその400万は戻る可能性は低いですよっていうふうに言われて、400万を捨てて新しい物件を買うか、それとも400万に執着して妥協するかっていう選択肢に迫られてしまって、すごい悩みました。で、新しく買いたいと思ってた物件も、その当初400万の手付金を入れてた物件よりも4000万ほど高いような物件、予算的にもだいぶオーバーするような物件になっちゃうし、どうしようかなってすごい迷ってたんですよ。資金繰りがすごい厳しい。ドバイ不動産ってもちろんローンを借りれる場合もあるんですよね。例えば既存で持ってる物件を担保にローンを組む。基本的にはそれが難しくって、大体がキャッシュで払うんですよね。なんですけど、プレビルドだから建設まで5年とかかかるので、5年をかけてゆっくり支払いができるっていうのがあるんですよ。で、しかも金利とかがかからないで払えるんですよね。具体的には半年ごとに 10% ずつ払ってって、最後に全額払うみたいな感じ。まあ、言うて5年で払い切らなきゃいけないっていうのがあるので、それなりにお金がないといけないし、そこまでに稼ぐっていう気合も必要になってくるし、ちょっと悩んでて、でインスタグラムに発表した時は
当初は辞めようと思ったんですよ。で、100万を捨てて新しい物件するって決めたんですよ。妥協して物件買いたくないと思ったから、400万以上の利益が見込める物件ならきっとペイできるから頑張ろうと思って新しい物件にしたんです。もう本当に夜も眠れないし、ポンスとの会話も本当に暗いものだったし、もう心が持たないっていう感じだったんですけど、どっちの物件もエリア的にはもう本当に素晴らしいもの、いい場所だし、問題はその物件で、ドバイってすごい砂漠の地だから、めちゃめちゃ暑い国だから、水辺が見えるってすごい価値だったりするし、眺望もめちゃめちゃ価値だったりするし、どのエリアに建てるかっていうのもすごいめちゃめちゃ重要だったりするんですけど、その買おうって決めた物件はある程度その高さ、階層も高い位置で、角部屋で眺望も水辺が見えて、まあ、駅もすごい近くてとか、まあ、いろいろ条件が揃ってて、まあ、あとは買える金額的にだいぶ高いから買えるんだったらもうそっちにした方がいいっていうような感じだったんです。やっぱ自分が気に入った物件を買いたいから本当にだいぶ思いましたねっていう話だったんですよ。なんですけど、その数週間後かだいぶ時間が経った後だったかなに、ある事実が発覚したんですよ。なんとですね、400万円が戻ってきますと。実はハッピーエンド、結果往来な結論に至ったんですよね。実はまだ、未だにまだ戻ってきてはない。戻るのに時間はかかるけど戻しますみたいな、嬉しい限りでございます。日本の常識とやっぱ海外の常識ってやっぱ違ったりするので、まあいろいろね、理解しがたい部分もあったりして結構大変なんですけど、そういう感じで今に至ります。で、今は新しい物件、今建ててるドバイでね、建ててる最中の物件ですけど、今はね完成が楽しみで、支払いもね頑張ってやってるっていう感じでございます、ね、半分支払い終わるのが大体1年半後とか、大体の1年とか1年半後ぐらいですけど、まあ、その時にはもう売れる状態にはなるんですけど、その段階か、まあ、5年後か分かんないですけど、どのくらい値上がりをしてるかっていうのはもちろん分かんないですし、万がもしかしたら値上がりせず下がることあるのかな、まあ、下がったり据え置きだったりもう全然ありえたりするんです。高額なお買い物だからすごい怖いっていう気はあるんですけど、最悪まあね、まあ、売れなくても賃貸で出すっていうね選択肢もあるし、ドバイだとね税金が全然かからないから、賃貸とか不動産を売るってなって、今何があるかわからないけれども、たとえトントン値上がりしなくてもなんかいい経験だったなって思えるし、まあ、値下がったらねもうちょっと頭痛いって感じなんだけど、もう頭痛いっていうかもう絶望すぎるんだけど、それもいい経験かなって思って、個人的にはずっと買いたいと思ってた海外不動産を買えたっていう、その一歩自分が踏み出せたっていう達成感がすごい強い。いやでも本当高いよ、めっちゃ高い。幸いね、日本でも物件を持っていたっていうのがあって、でね売ったりしてたんだけど、その売った物件も結構な値上がりをしてくれたので、それが資金源となり今回海外の物件を買うことができたっていうのがあるんだけど、今回も同じようになるかはわからないけれど、これがいい経験となり、そして良きネタとなると思うのでちょっとどうなったかっていうのを売った時とかにまた報告したいなと思います。これを出したからには自分がやりたいなって思ったことをやっぱやりたいタイプなので、できるなら、頑張れる範囲でできるっていう目標があるならやるタイプです。自分でも住みたいって思えるぐらいのお部屋なのでいいんじゃないかなって思っている。すごい期待はしているけど、期待してダメだった時つらいので気にしないようにしてくれる。で、結論そうなんですよ、400万は一度失ったと思いきや戻ってくるっていうハッピーエンドです。
あの時はもう本当絶望だったんで、私も400万って何でもできるじゃないですか。400万あったらもう本当に何でもできる。普段からすごい私節約家なんですよ。もうなんか数百円でも頭悩ましちゃうぐらいすごい貧乏症なんですけど、400万ってなった途端もう頭がおかしくなっちゃって頑張ってます。というわけで、今回の400万円の真相をお話ししました。すいません、なかなか共有できずに、またいろんな進捗報告をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して、見守っていただけると嬉しいです。それではまた。